郷田圭介は、日本の物理学者、科学者。学位は、理学博士。東京大学大学院理学系研究科科学、専攻、教授、カリフォルニア大学ロサンゼルス校生態工学科、非常勤教授、武漢大学工業科学研究院、非常勤教授。先端光技術を基軸に、人工知能やナノテク等を融合するなど、分野横断型研究において、 世界のトップランナーである。新規の研究分野、産業の開拓と価値観の創造に取り組んでいる。また、グローバルな環境での研究開発を通じて、理系分野でのグローバルリーダーの育成に力を入れている。2014年にダボス会議として知られる世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダーに選出された。同年に、 内閣不革新的研究開発推進プログラムのプログラムマネージャーや雑誌、あえらの特集記事、日本を突破する100人の一人に選出された。日本学術振興会賞、市村学術賞、日本学士院学術賞励賞、読売新聞テクノフォーラムゴールドメダル、文部科学大臣表彰科学技術賞などの顕著な賞を多数受賞している。 ゴーダはゴーダ研究室の主催者として、光量子化学を基盤とする分子イメージング法と分子分光法にマイクロ流体科学と計算科学を融合することで、生物学と医学における発見を可能とする革新的技術、ディスカバリー、イネイブリングテクノロジーズの創出とそれを用いた発見型研究を行っている。またゴーダは開発した技術や獲得した知見を用いて、 グリーンイノベーション領域及びライフイノベーション領域への展開を行っている。これまで多くの研究者が見逃してきたセレンディピティを計画的に創出する技術の開発を行っている。物理と科学を基軸に分子生物学、電子工学、情報科学、人工知能、生態医工学、応用数学、機械工学、ナノテクノロジー等の様々な異なる分野からの アイディアや手法を異分や融合することで先端科学のフロンティアをリードしており2014年から2019年までは内閣不革新的研究開発推進プログラムの一環としてセレンディピティの計画的創出というテーマを中心に置き研究開発を実施してきた2018年8月にセルシで発表したインテリジェント画像活性細胞選抜法は 世界的に破壊的イノベーションとして大きな注目を浴びた。本技術は細胞者としてベンチャー事業化された。最近はセレンディピキラボをチーフコーディネーターとして運営している。ゴーダは国際的な研究環境をサポートしており、21世紀の世界を築き上げるグローバルリーダーの育成を行っている。 h t t p w w w c o d a c h e m s u t o k y o a c j p h t t p w w w c o d a c e e m s u jst.go.jp スラッシュインパクトスラッシュセレンディピティハット https コロンスラッシュスラッシュ www.cell.com スラッシュセルスラッシュ fulltext スラッシュ s0092-867431044-4https コロンスラッシュスラッシュ www.cybo.jp スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ www.serendipitylab.org スラッシュ。ありがとうございます。